大橋正義は日本の体道選手、東京都墨田区在住、体道道場、心し連会を創設した。心し連会2001年、2005年、2009年と世界選手権において3大会連続で日本代表となった。また2006年の全日本選手権個人実践王者、元プロキックボクシング選手としての経歴も持つ。 1998年に東京国際大学カラダ道部に入部すると2年次から部の主力選手として全国学生カラダ道優勝大会、全日本カラダ道選手権大会で展開競技、団体実践の連続優勝に貢献するなど実績を挙げた。卒業後は己連関を経てオーストラリアのシドニーにて体ラ道普及活動を行った。 その海外遠征奏公開にて演奏を依頼した経緯から話題個奏者の石井昭人とは現在も信仰が深い。2001年那覇世界選手権、2009年広島世界選手権の団体実践金メダリスト。2003年、2005年全国社会人から打優勝大会及び2006年全日本から打選手権大会の個人実践王者。2015年4月、 東京都墨田区を活動拠点とした志連会を創設指導上長として指導を行っている。東京国際大学から打部では、式体の大学2年から唯一全国学生から打優勝大会、全日本から打選手権大会の選手に抜擢。特に戦略重視の団体実践競技では滅法、強く、那覇世界選手権にて、 アトランタカラダ道協会の選手に負けるまで4大会、連続連勝を重ね、卒業まで全国大会、世界大会で16勝1敗という記録を持つ。2002年2003年埼玉県カラダ道、優勝大会では2年連続個人実戦、個人法刑、優勝。2004年2005年2006年上北地区、カラダ道優勝大会では3年連続個人実戦優勝。 この辺りまでは、スピードとパワー重視のスタイルであった。その後、2007年のオーストラリアシドニーから帰国後の、手術を経てからは、相手の攻防を読んでから仕掛ける、典型的な後の先の選手になった。特に全国社会人体道優勝大会、全日本体道選手権大会、広崎桜祭り体道優勝大会などの個人。 実戦競技決勝戦に代表されるように、残り数秒での逆転勝ち優勝が異常に多い選手であった。また同じく、なぜか異常なほど場外注意負けも多い珍しい選手でもあったのも特筆すべき点である。ありがとうございます。